ちゃん、こんにちは、さゆうたかさん。はい。 DeNA がなんと2位広島まで、うん、今の段階で1ゲーム差となりました。まあ、そうだな、はい。まあ、これはひっくり返すなっていうような、まあ、そんな勢いがあるよね。そうですね、はい。というわけで、じゃあこの2位に行くチームは DeNA なのか、はい、それともカープが進出するのか、豊さんにズバリ。あ、ズバリ、あの、はい、DeNA が行く。はい。え、なんで？もういや、行くよ。行く。いや、行くっていうのは、はい、3試合 DeNA が多く残してるんだよね。そうなんです。ということはやっぱり広島から考えると、うん、この3試合が勝ってくるっていう、あの DeNA がね、そういう計算のもとで考えとかないといけない。そしたら、あの3ゲーム、直接対決がない3ゲームっていうのは、はい、1.5 縮めれるんだよ。ということはもうこの時点で 0.5 DeNA の方が上に行ってるっていう計算で、はい、広島は戦わないといけないということだよね。あ、そういうことなんですね。だから相手が負けるとか、はい、そういうことはあまり考えないんだね、こういう計算って、うん、相手が勝ってくる、じゃあどうするか、3試合俺たちの方が試合数が少ない、まあ、そうなってくるとやっぱ今の時点で、はい、もうひっくり返されてるっていう意識を持っとかないと、うん、ちょっと辛いよ。残りゲーム数から考えると現在2位が DeNA で、はい、それを 0.5 でカープが3位で追いかけるっていうのを想定しながらっていうことなんですね、広島の方はね。カープ、はい。ただ3試合勝てるっていう保証がないから、はい、それは何とも言えないんだけども、うん、やっぱ計算としたらそういう計算をしとかないといけないということだよね。そうですよね、うん。じゃあ残りゲームの数からすると DeNA の方がもちろん断然有利、まあ有利だな。ただ、はい、ここから DeNA は6連戦が続くんですよね、はい。22日の金曜日から6連戦、はい。一方でカープは今日木金と試合がなくて、はい、同日と、巨人とヤクルトと対戦、はい、でさらに25日お休みで中日、さらにお休み2つ続いての中日、阪神、阪神ということで、これ日程的なことを考えると、まあ広島の方が日程的に空く分だけ、はい、いいピッチャー、はい、もう優先的に投げさすことができるということだよね、はい。だからこれがハマったら、まあ、6試合残してて、まあ、5割以上の成績は残してくるかなっていうような感じはするよね、うん。この残りの試合でじゃカープは何勝何敗でいきたいというふうに、このあ飛び飛びの試合の中でいけたら同じなんですか。まあ、5勝1敗だな。いやいや、もう負けない。いや、それは6連勝で締めくくるっていうのが、はい、まあ、一番だけども、はい、やっぱなあ、そうはいかんやろ。まあ、相手も飛び飛びになってくるし、はい、まあ、いいピッチャー優先だとか、はい、10勝かけての投手だとか、うん、まあ、そういうピッチャーが投げてくるとやっぱこうモチベーション高く来られると辛いよな。でやっぱり広島怪我人が多いから。そう、離脱してる人間が多いからね、まあ、ここら辺は打線を見てても状態的にはなんか小園が嫌で、うん、あとはなんとかなりそうな感じがするよね。だから小園を避ければそんなに失点をしないんじゃないかっていうような、はい、まあ、そんな感じもするよね。そうですね。ただマクブルーブとか、はい、デビッドソンがランナーを置いての一発っていうね、はい、まあ、怖さは秘めてるけどもね。そうですね。あと代打にいる、まあ、堂林選手だったりとか、まあ、代打っていうか今4番打ってるからな、ね、はい、まあ、松山とかね、はい、まあ、どういうところで差し込んでその選手たちがどう仕事をしてくれるか、うん、まあ、そこにはかかってるけどです、ね。まあ、野間選手が欠いてしまったのっていうのは非常に痛いですね。まあ、野間も西川も秋山も、はい、そりゃ痛いよね。痛いですよね。まあ、痛いけどもうそれ考えててもしょうがないからな、はい、もう戦うしかないんだから。ただその飛び飛びの間に帰って来てくれるとな。そうなんですよね、まあ、ちょっと心強いけども。秋山選手は特例なので、まあ、もしかしたら戻ってこれるのかもしれないですし、うん、そこはまあ未定になっちゃう。でも特例の時って練習できないからな、なかなか。本来そうですよね、なかなか難しいけども。だからまあ DeNA の方は、はい、まあ、3試合多く残してるということが、まあ、一つチャンスだよね。そうですね、うん。ただこの連戦に関して、まあ、22日の金曜日から中日、中日で、日曜日から火曜日までが巨人と3連戦、うん、そしてその次がヤクルトとで、うん、1試合1日だけ休んで、その後阪神、DeNA と続くんで、あ、阪神、ヤクルトというふうに続くんですけれども、うん、この連戦はどうなんでしょう。まあ、連戦はチームの状態が良ければ連戦の方がいいよ。うん、それと、まあ、状態的にバッティングの状態的にはそんなには良くないよね。あ、良くはないけども、ただその牧がしっかりしてるという、その後ろに控えてるその宮崎がやっぱ状態がそんなに崩れないということね、うん、
まあ、そこら辺がやっぱ強みだろうね。そうですよね、うん、これもね相手が誰が投げてくるかによって、うん、相当違うんだよ。だから中日なんかは高橋宏と小笠原柳とか、まあ、柳とか、はい、この3枚のうち2枚が来たとか、はい、そうなるとやっぱり嫌だしな。そうですね。で巨人だって戸郷、はい、菅野、山崎より、はい、こういうのが3連戦でポンとここにはまってくると、はい、どうしても苦戦をするというですよね。しかも巨人はあの上に上がりたいのでこの DeNA との直接の時にいやもう全部つぎ込んでくると思う。できますよね、まあ、計算ではね、はい、でヤクルトに関しては、はい、小川に相性が悪いんだよね意外に。じゃあで小川も10勝かけての登板がまだ残されてるんで、はい、そこを中日に持っていくのか、はい、あ中日じゃない広島に持っていくのか、はい、DeNA に持っていくのかっていうのも違うしね、はい、巡り合わせですよねそこはもう。いやだから巡り合わせと相手の監督のどっちに嫌がらせをするかあ来てほしくない方にってことですよね、まあまあねうん、ただこれやっぱ6連戦になってくるとピッチャー特に中継ぎとか後ろっていうのはきつくは。いやまあ確かにね、うんまあ、ここに来て、まあ、1シーズンの疲れっていうのが、はいまあ、でもそんなことも言ってらんないんだよもうね、うん、DeNA の方はピッチャー先発の頭っていうのは、まあ、そこそこいるんだよ、はい、だから東だったり今永であったり大貫がここのとこいいし、そうですね、で浜ちゃんいたり、はい、浜口がいたりとかね。だからこれはなんかこう回せそうな感じがするんだよね。だからいかに6連戦の中で打ってあげるか、うん、まあここだよね。そうですよね、うん、ババがいたら大きいなこれな。いやだってこの6連戦で2回ぐらい投げてくれますもん、ね、もう3回投げるかもなあいつのことだなんか、まあ、2回は間違いなく、うん、頭に返したら最後には絶対投げてくれる。そうなんですよね。だからバーバーはこうちょっと大きいけどな。でもまあ俺は2位になると思うよ。なるかなるかってなんだよまあそれとやっぱホームゲームが9試合中7試合が横浜スタジアム、はいまあ、広島の方は6試合中5試合が松田ということで、あのまあ本拠地地の利を使えるっていうのは両軍にとってまあプラスな材料だよね。そうですよね、うん、ただその投手陣でいうとまあ先発陣とかは DeNA の方が揃ってると。じゃ一方カープは先発陣、うん、投手陣含めるまあちょっとね、まあ、ここから変わり目を見せれるピッチャーがたくさんいるんだけど、まあ、例えば森下があまり良くない、うん床田が10勝してから全く振るわない、うん、で大瀬良が なんかこう一発食らうとか、だから頼りになるのは栗ぐらいしかいないんだよね。 あと森とか玉村とか、はいまあ、先発要員ではいるけどもやっぱここら辺じゃちょっとまだちょっと線が細いかなっていう、まあこれからのピッチャーだからね、はい、線がちょっと細いかなっていうような気はするんだよね、うん、だから先発ピッチャーを比べた時にはあの DeNA の方がやっぱり有利だよ。あそうなんですね、うんまあ、それとやっぱ8回9回ウェンデルケンと 森原がこう決まってるっていうことも強みだし、うん、広島がここら辺が少し崩壊気味になってきてるんだよね、うんまあ、島内がいたりだとか、はい、栗林が後ろを、ね、戻ってきた、はい、その前に矢崎が投げるとか、うん、してるけどこうなんかちょっと辛くなってきてるっていう意味では、うん、投手陣を全体的にトータル的に見た時にやっぱ DeNA の方が有利という。でそれを総合するとやっぱり DeNA の方が2位に、全てを総合すると2位に行く。そうだな。で野手はやっぱこうある程度 DeNA は怪我にも出さずに、はいまあ、揃ってるということと、うん、広島はもう満身創痍で戦ってるという。だからまあ選手がいるからいないから、まあ、それでは戦わないと思うけども、うん、戦略を変えればいいだけの話でね、はい、だからまあそこら辺はもう戦わなきゃいけないわけだから、うんまあ、そこら辺の泣き言は言わないだろうし、うん、これはでも2位になるか3位になるかっていうのは大きな違いでね。そうですよね、うん、あの広島に対して今年の DeNA っていうのはあの分は悪いんだよ。そうですね14勝10敗カープの方がいいんですよね。そうそう、だからまあ DeNA の側からすると負け越してる、うん、10勝14敗1引き分けということで、はい、で松田でやるか横浜でやるかっていうのはもう5勝7敗で全然違う、あの一緒なんだよ。一緒だったら絶対地元の方がやりやすい、うん、それとグラウンドコンディションだとか、うん、やっぱ守備っていうことを考えると DeNA はやっぱ土のグラウンドだとかそういうことに入っていくとちょっと守りが不安定な部分がある、うん、ただ若干その人工芝だとか地元の方が守り慣れてるし、はい、やっぱこういいよね。そうですよね、うん、だからそういう意味では DeNA は絶対に2位にならないと、うん、この相性を覆すことができないっていう。そうか、
だからマツダに行くとやっぱこの有利な部分も守備ということを考えるとやっぱこう地の利ということで、まあ、広島の方が有利という。あのマツダスタジアムの内野のグラウンドコンディションって結構ボコボコの中でそのカープの選手がすごいやってる、まあ、怒らないよ、まあ、でもあの、まあ、見たんだ岡田監督がいやいや、まあ、確かにね、いや確かにその慣れてない、ね、内野の芝とかあるしね、うん、まあ、そこら辺のコンディションというのはなかなか分からないけども、はい、やっぱこう使うごとによってボコボコになってくるよ。そうです、やっぱ回を追うごとに、うん、ね、だからそれはまあ森内が言ってる通りなんだけども、うん、だけどそこら辺でやっぱ慣れてるとか、うん、まあ、そういうことになってくるとやっぱり広島の方が有利っていうことになるよね。だとどっちのチームもやっぱり自分のホームでファーストステージ戦いたいっていう、うん、いやそれはもちろんそうだし、大きいですね、うん、それはそうだし、はい、それとね横浜 DeNA の方はやっぱホームランである程度こう点を取ったりだとか、つなげない時でも誰かがホームランを打ったりだとか、そういうことを考えるとやっぱり横浜スタジアムの方がホームランは出やすいんだよね。だから横浜スタジアムでやりたい、まあそれはもちろんホームでやりたいし、工業的には何十億ってあるんだ、まあ金銭的にもね、もうあのもうフロントなんか目の色血管が切れるぐらい応援してると思うけど、はい、まあだけどこの数字をこういろいろ考えると DeNA が売っちゃうかなっていうふうには思う。そうなのか。あとはちょっと気になったのがその巨人もやっぱり何としてでも3位に入りたいと思って残りもう全走力上げてくるじゃないですか、はい、その巨人と DeNA は3試合連戦で残してる、うん、で一方でカープは9月23日の東京ドームの巨人戦のみなんですけど、うん、このあたりっていうのはちょっと加味することってありますか、巨人との戦いっていうのは。そうだな、まあ、DeNA とすれば、うん、巨人戦4試合が、まあ、一つの山だよね、うん、そうですね、うん、だからその3位になるとか4位になるとか、うん、そういうことじゃなくて、うん、やっぱり2位っていうことを考えると、うん、やっぱ巨人戦がやっぱこう必死なだけにあの山になってくるな。だからここら辺を3勝1敗ぐらいで乗り越えていければ、うん、そうですね、もう本当に2位が見えてくるという。逆にでも巨人も巨人でもうここは絶対取らないともう無理だって分かると想像力で来るの。でも数字的にそこまで行くのにもう巨人が下手っちゃったらもうそうですよね。まあでも戦い方は荒監督は変えないと思うけどな、うん、このままでは終われないっていうような戦い方をしてくると思う。だからローテーションによってこっからやっぱローテーションってある程度こう少し組み方を変えてくると思うよ、うん、まあ、対戦成績のいいものをこう投げさせたりだとか、はい、やっぱ巨人戦山だったらここに3枚バーンと揃えて持っていく、向こうもおそらくそうするだろうし、だから面白いけど、はい、やっぱ勢い的にはやっぱ DeNA だよね。 DeNA なんですね、うん、やっぱ勝ち切らないとここでな。そうですよね、うん、でもね勝ち切るって言った時に負けたりとかさありますよ、ね、あるんだよ。ありますよね、本当にある。だから数字ってそのパーセンテージで圧倒的に DeNA が有利でも、例えば去年のリーグ優勝をかけた争いのソフトバンクとオリックスみたいに本当に最後の最後まで分からないってことも、マジック出た方が負けてたんだからな、負けちゃったんだからな。そうなんですよね、マジック出ない方が優勝しちゃったみたいな、優勝するっていう去年ありましたから、いやー本当になんか最後の最後までここもここで面白い争いが見られるのかなっていう。いやそうだな、うん、ただやっぱりこう菊池であり西川であり、まあ、野間であり、上本でありいろいろこうなんかリーダー的な存在っていうのが抜けてるというね、うん、で牧がやっぱりしっかりしてるよ、うんうん、だから牧のあの打っていく姿って絶対上を目指してるよね、絶対諦めてないというかさ、うん、まあ、そんな感じが伝わってくるし、うん、あの迫力でこう上に持っていくような、うん、なんか気がするな。なんか広島見てると今が本当に一生懸命、はい、もう何とかせないかんと思って戦ってる姿と、よし俺についてこいみたいな、うん、そういうリーダー的な存在が頭角を現してきたのとちょっと勢い的にはちょっと違うんだよ。でも逆に言えば、まあ、直接がないから、はい、牧を徹底的にマークするっていうことは多分できないんだよね。できませんね。でも各チームがやっぱ牧だけここを下げておけばなんとかなるっていう、はい、阪神みたいな戦い方をするとそうですね。だって岡田監督言ったじゃない、牧だけ牧と宮崎だけやないそうなんですよね、うん、いやだからまあ結局本当はそうの、本当にそうなんだよ、うん、
だからここを避けて通られるようだと巨人にやっぱ辛くなるよね。そうですね、うん、だから本当に面白いよね。いや面白いですね。だけどさ、はい、阪神とオリックスからすると、うん、もう10ゲーム以上離れてるわけでしょ、はい、なんで我々がお前クライマックスせなあかんねんって、まあ、そんな心境になるぐらいの差ができてる、ね、できてますよね。一生のアドバンテージあるとはいえ、まあルールだからもう仕方ないけどな、もう一生ぐらい欲しいかなみたいな。いやもう一生ぐらい上げても失礼に渡らないですね。10ゲーム以上離れてるので、いやただでもセもパもそうですけれども、はい、どこが A クラスまでに入るのか、さらに2位になるチームはどこなのかっていうのが、うん、今年は本当に最後まで分からなそうなので、そうだな、楽しみですね。いやでもね、阪神はやっぱ DeNA に出てこられると嫌だと思う。本当にこれなんでかっていうと、バウアーの動きが気になってると思うよ。最初のファイナルステージに、はい、東と、まあ、今永か大貫かで、で、はい、まあ、広島と戦うとしたら、うん、まあ、巨人の話はちょっとしないけども、はい、したとしたら、よし、これ3枚使い切ったってなると、でも、バウアーがいたみたいな、いや、そうですよ。なってくると、やっぱ阪神はうかうかできない。で、バウアーで2回はいけますもんね。そうそう、なんとかなんかこう、DeNA のモチベーションをやっぱ阪神は、下げときたいって思うのは多分、まあ、なかなか難しいけどね。そんなことはできないけど、ただ作戦としてはもちろんありますもんね。まあ立てられないことは DeNA とするとね、はい、だからこれからの戦いは DeNA は戦略戦術をしっかり持って戦わないと、うん、まあ、上に行けるチャンスがあるのに行けなかったとかね、はい、まあ、そうならないように、そうですね、うん、頑張らないとね。そうですよね、うん、まあ、いろんな面で総合するとやっぱり試合数も多く残している DeNA の方が有利というのが、まあ、豊さんの見解ですけれども、はい、やっぱり最後の最後まで何が起きるのか、いや、それはそうだよ、ね、もちろん、うん、だから広島もね、ここまでずっと死守してきて、はい、まあ言えばその阪神もね、食ってやろうかっていう勢いがあった時もあったし、だからもうここまで来たんだから、もう本当に歯を食い縛って2位を死守しなきゃいけないし、はい、うん、だけど3試合少ないっていうのが、これが一つのポイントになってるなと思うけどね。そうですね、はい、いや次にまたね、動画を出すときに、じゃあどういう展開になってるのか、あれ巨人がみたいなことはなってるのか、さらに楽しみですね。いや、それなってたら大変だよね。ひちゃかめちゃかになりますね。もうね、ひちゃかめちゃかというかなんかそこにはなんか大きなポイントがあると思うよ。そうなった要因としたら、そうか、だからそこはもうつつきまくるね。わかりました、はい